大手町フィナンシャルセンターは、かつて、東京都千代田区大手町に所在した、超高層ビルである。安高再会場ビルの跡地に、安高再会場保険と富士銀行の共同開発により1992年に、竣工した。2004年2月、東京建物系の特別目的会社、有限会社東京プライムステージが、東側に隣接する。 水穂銀行大手町本部ビルと合わせて1450億円で買収した。両ビルの跡地は一体的に再開発され、2014年4月30日に大手町タワーが完成した。大手町フィナンシャルセンターのあった部分は丸の内中通りに連続し、 大手町の森と呼ばれる広場が整備されており、ヒートアイランド現象の緩和を目的とした約3600平方メートルの緑地とされることになった。この緑地には、約2メートルの厚さで、千葉県で育成された森が土壌ごと移植され、小なら焼け焼きなど紅葉樹を含めて、代償様々な樹木だけでなくその下に、総本類が植えて、生物多様性を配慮している。 同ビルと水穂銀行大手町本部ビル敷地の再開発を行うべく2011年2月より解体工事が始められた。解体事業は体制建設が施行しテコレップシステムが採用された。これは建物上部を仮設建屋で覆い上部から順に解体していくもので粉塵や騒音を抑える効果がある。生じた廃材は床面に設けた。 開口部からクレーンで最下部まで下ろすが、このクレーンには回生ブレーキが搭載され、工事用電力の一部を賄う。国内で100メートル以上の超高層ビルが解体された例としては、ソフィテル東京についでに例目となっている。ありがとうございます。